面白い話ですか？たくさんありますよ。着いたんでしょうか？ああ、ここがセントソルトスノーにある辺境の村だよ。でも、ここはなんだか変ですね。セントソルトスノーの一部なのに、黒いものばかりです。多分それが、ウサギが私たちをここに来させた理由なのかもしれないね。スーサナさん、この黒い花たち、どこかで見た気がしない？本当ですね。ここに来たばかりの時に見た、あの開かない扉にも同じ花があったような気がします。光の塩を使って消した方がいいでしょうか？必要ないわ。キリがないもの。あっちを見て。キラ先輩は確か、この黒い花たちはセントソルトスノーの辺境特有の現象だって言ってましたよね。あの時は扉の上にだけ現れてましたが、このままだともうしばらくしたら辺境だけじゃなくなるかもしれません。これってテレビニュースでよく見かける環境汚染に似てると思いませんか？確かに。もし死後の世界と聖者の世界にもつれが発生したら、その規模は私たちが考えてるよりもずっと大きいのかもしれないわね。つまり世界の泡の間にある交差もそのせいでどんどん広がっていく。ええ、私たちの最初の仮説に本質的な間違いがなければ、世界の泡の境にある辺境の村は死後の世界と接触できる可能性が最も高い場所よ。もしかしたらそこは交差の中にあるのかもしれないわね。彼女がまた帰ってきてるかな。今の声は誰ですか？今は誰も話してないと思うよ。まさか村の人たちだったりするのかな。この辺境の村は長い間放棄されているから、他の人がいるとは思えないよ。つまり死後の世界の余韻ってこと？怖がらないで。こんなに人がいるんだもの。行ってみましょう。この先へ。少し集中してみるね。見て、彼女がまた戻ってきたよ。今回は仲間が一人増えてるね。優しいお嬢さんよね。前回持ってきてくれた月の岩の効果はまだ切れていないのに、また新しいものを持ってきてくれるなんて。まさか彼女が賢者様なの？またゼーレのことかな。もしくは賢者本人。ここに電話ってものはあるか？分かってないんだね。電話ってのは彼女たちが月光を貪る獣につけた名前だよ。ああ、偉大なる賢者様、あなたの優しさはこの辺境の地にまで届いたのでしょうか。ありがたい、ありがたい。月光を貪る獣？彼らの言う電波って光の潮に引き寄せられた漁師の海の怪物のことかな。
それと話に出てきた月の岩とこっちの光の塩に何かしらの関係があるんでしょうか。同じものって可能性がありますよね。本当にそうだったらむしろありがたいわ。声はここで消えたわね。どういうこと？死後の世界の人が離れたんでしょうか。そうかもしれないね。でも話の途中までしか聞けないなんてあまりいい気分じゃないな。小さい頃私が早く眠るようにってお母さんもよくそうしてましたよ。でも私はお母さんが部屋を出た後にいつも目を閉じてその続きを想像してました。母親の寝かしつけ絵本か。物語の前半をヒントにして後半を考えてたのね。それはものすごい推理能力よ。物語の続きを想像してただけですから推理とは全然違います。でも皆さんが聞きたいなら今の話の続きも考えますよ。聞きたいに決まってるわ。大胆に物語を作ってみましょう。はい、そうですね。例えば月とその光に照らされる人々をずっと守るために賢者様と彼女の仲間は電話という怪物を手なずけようと考えました。彼女たちは生と死の境界を越え数日もかけてようやく電話の巣にたどり着くんです。そして月の岩は電話とつながったり仲を深めるための宝物なんです。じゃあ賢者たちが次にすべきなのは電話と交流を深めることよね。はい。あのどういうことか分かったような気がする。え、本当ですか？今まで私たちは無意識のうちにあの会話が過去の余韻だと思ってた。でもスーサナさんの話で気づいたの。物語はまだ終わってなんかいない。ただ物語の読み手が続きを見ていないだけかもしれないって。え、まさか彼らに何か事故があったりしたんでしょうか。いいえ、ゼーレの言いたいことは多分彼らが話してた賢者の正体が誰であろうとそれがまだ行動してるってことよね。はい、私たちがまだ把握していない変化によって彼らの声が聞こえるようになったのかもしれません。でもそう考えると今の声は過去の余韻じゃなくてむしろもう一つの世界からやってきた反響なんでしょうか。ええ、反響ともつれの性質を考えると次の会話はもうしばらく待たないと聞けないでしょうね。でもそういう感覚自体も重要な情報よ。世界の本当の構造を理解するきっかけになるもの。どうやら今の僕たちは気長に待たなきゃいけないようだね。ええ、次の会話が聞こえるまでの間私も能力を使って怪しい声や音を全て補足してみせるわ。一度起きたことは奇跡なんかじゃない。式の律者？どうして彼女が向こうにいるんですか？
にかく彼女たちはきっと私たちに連絡しようとしてる。どうやら四季の律者の推測は間違ってないようなのです。もう一人のゼーレさん、それにシグレ・キラさんはおそらく白い塔がある聖者の世界にいるなのです。そしてそこは死後の世界とつながっているなのです。ほら、最初から私の言うことを信じてくれたらこんなに苦労することもなかったのに。違う違う、最後まで化学成分について黙ってたことは忘れないからね。そんなことを気にする必要はないなのです。二つの世界の泡の構造をはっきりさせることは作業の始まりに過ぎないなのです。まず二人はもう一人のゼーレさんに情報を共有し、彼女と共に固有世界に戻る方法を探すべきなのです。もちろんそれはシグレ・キラさんや私を助けることにもなるなのです。でも問題は一体どうやって頭の上にある白い塔に行くかってことよね。さすがにロケットに乗るなんてことはできないんでしょ。鬼火たちに聞いてみる。彼らの記憶は不完全だけど、数が多ければ少しは役に立つ情報も入手できるはずだよ。今のところはそうするしかないなのです。ええ、そうね。あのさ、石博士、他に効率のいいやり方とかはないの？それはあなたたちの情報次第なのです。何しろ今の私はあなたたちが接触してきた亡者と同じようなもので、何かを動かす能力なんてないなのです。ねえ聞いた？もう隠すのはやめなよ。早く石博士に教えたら？月の岩に触った時何かに触れたんでしょ？どうしてそんなに人の心の中を覗くのが好きなわけ？これは親切心だよ。話したいことがあるなら話した方がいい。奇妙なものは今までも十分に見てきたでしょ。これ以上あれはゼーレとあれは気のせいの間で悩んでたら、空の上にある白い塔も落ちてくるかもしれないよ。あなたね、確かにそういうことはあったわ。ここに来たばかりの時に鬼火たちの願いを一つ叶えてあげたの。彼らの存在を維持するためにお願いされて月の岩を台座にはめたのよ。でも手を戻そうとした瞬間に誰かの手が私の手に触ってるような感覚がしたの。あれはゼーレだって私の勘がそう言ってた。でも彼女の名前を叫んだらその不思議な感覚は一瞬で消えてしまったの。ゼーレさん、その時あなたはどこにいたなのです？砂鉄の国の辺境にいたと思うけど、そうだ、鬼火たちはそこが一番先に溶け合う場所だって言ってたわね。それが気のせいだとしたら、できすぎてると思うなのです。二つの世界の泡が重なり融合した産物として、必然的に一番先に溶け合う場所には二つの世界の辺境が含まれているはずなのです。白い塔の先端が最もまばゆい原点なら、
水平方向で重なっている辺境は最も気づかれない気線になるなのです。そして原点でも気線でも臨界面にいれば特殊なつながりが成立する可能性があるなのです。そういうつながりの多くは不安定ですが存在しないわけではないなのです。その考えをもとにして考えると、そのつながりが発生した場所に戻れば、もしかしたらもう一人のゼーレさんと再び連絡が取れる可能性があるなのです。しかしこのことは、わー、石博士って結構すごいんだね。一気に進む方向が分かったよ。ゼーレ、まだ場所を覚えてるよね。え、もちろんよ。じゃ早速出発しよう。ええ、その通りなのです。今日はたくさん歩いた気がする。疲れてるの？だったら少し休んだら？別に疲れてないよ。ちょっと考えにふけってただけ。らしくないわね。この辺にいる鬼火たちと仲がいいの？彼らはあなたのことが気になるみたいだけど。そんなわけないでしょ。前に話したように彼らの代わりに月の岩を置いただけよ。すごいことでもしたのかと思った。でも少し助けてもらっただけで相手を賢者のように崇める彼らの信念は実に面白いね。あら、崇められていい気になってたのは誰だったかしら。それとこれとは別だよ。はあ、まあいいや。また口喧嘩をするつもりはないし、今日はたくさん喧嘩をしたからね。彼らは結構純粋だって私は思ってるわ。優しくしてくれた人に優しくする。ほら、簡単でしょ。私に言わせたら、あの鬼火たちはただ好意の伝え方が不器用なだけよ。あなたと同じように。うるさいわね。勝手に思ってなさい。はいはい。もしもし石博士、聞こえてる？素晴らしい世間話の時間はもう終わったよ。目的地に着いたんだ。四季の律者、私はずっとあなたのポケットにいますから、ずっと聞こえているなのです。あ、そうだった。さて、具体的な操作はゼーレさんに任せましょう。四季の律者はその過程が他の要素に邪魔されないようにすればいいなのです。待って、月の岩はどうすればいい？前にゼーレが使ったものじゃなくてもいいの？私が憑依したものを使ってほしいなのです。つながりが発生したら、私は中から
チャンネルをより安定したものに調整するなのです。どうしても同じ月の岩を使わないと聖者の世界とつながることができないなら、月の光を頼りに自身の存在を維持していた鬼火たちもとっくに消えていたと思うなのです。ただもちろんゼーレさんはもう一人のゼーレさんと同じ体を使っていた時の状態に戻ってほしいなのです。これは技術による推論ではないなのですが、二人がつながる確率が少し上がると信じているなのです。わかったわ。どうしたの？石博士の説明にわからない点でもあった？それを電話だと思えばいいんだ。今のあなたがすべきことは番号を押すことだけだよ。ありがとう。何？何でもないわ。認めたくはないけど、私でも緊張するの。これは普通の電話じゃないわ。どちらかというと町の公衆電話にかけたのに、心に決めた相手が素早くその電話に出ることと似てる。博士、そういった解釈は間違ってないのね。とても適切な例え方なのです。正直に言って固有世界の常識で考えると、それは低確率な事象、もしくはゼロ確率な事象なのです。やっぱりそうなのね。ここに来る途中で違和感に気づいたの。あのバカさんじゃあるまいし、私に隠す必要なんて別にないのにね。はいはい、芝居を打った私が悪かったよ。でもやってみるだけなら別に損はないでしょ。この近くには鬼火がたくさんいるし、失敗した時は私が考えた2番手の計画を実行に移せばいいんだ。重要なのはあなただよ。私？あのさ、この意識の律者とここまで一緒にいたんだよ。あなたの考えが全く読めないとでも思ってるの？でもさ、あなたの考えはわかるけど、どうしてそんな風に考えるのかは全然理解できないよ。あなたはケビンのようなバカでもないし、もう一人のゼーレだってメイ博士のような天才じゃない。二人は性格が少し違うだけで、それ以外の違いは特にないでしょ。それなのにあなたはいつも自分を目立たないところに置こうとする。少しの紆余曲折があっただけなのに、将来のことに対してネガティブになる。本音を言うと、どうやったらポジティブに生きられるのか、あのゼーレに教育してもらいたいくらいだよ。そうしたらあなたも今の私のように自信を持てるようになるかもしれないね。何バカなことを言ってるの？とぼけないで。私の言葉の意味はあなたが一番わかってるはず。とにかくこれからはもっと外に出ていろいろ見て回るべきだよ。まあ結局のところ私の言いたいことはこれだけかな。一度起きたことは奇跡なんかじゃない。ましてやあなたがその奇跡を引き起こした人なんだから。あ、四季の律者。何？あなた辛いもの好き？へえ、手のひらを返そうとしてるの？さあ。一度起きたことは奇跡なんかじゃない。珍しくちゃんとしたことを言ってくれたわね。そうよ、奇跡はそもそも起きないんだもの。一度起きたということ。